になったらすぐ寝ちゃった。赤ちゃんの寝顔って天使みたい。でも、あれって何だったんだろう。火吹いたよね。普通の赤ちゃんじゃないのかな。あ、そうだ、キョウちゃんに相談してみよう。どうですかよ、お二人さん。条件ぴったりの娘さんでしょ。そうね。ただ性格にちょっと問題があるんじゃないかしら。うん。でもこれだけ条件の揃った人材はなかなかいませんぜ。この機を逃したら次の紹介はいつになるか。まあ、あの子も気に入ったようだし大丈夫だろう。元気でね、坊や。大事にしてもらうのよ。やあ、ほのかちゃん、来たよ。きょうちゃん、待ってたよ。幼なじみのきょうちゃん、とっても優しくって頼りになるお兄さんです。何かあった？相談あるって言ってたけど。うん、とにかく上がって。あー、うん、ただこいつも来ちゃったんだよね。学校サボってんじゃねえ。きょうちゃんの友達のしんさん、すぐ怒るし怖いから私苦手で。はい。朝起きたら赤ちゃんがベッドの中にいた。うん。嘘をつくんじゃねえ。本当なんです。そんなわけあるか。ちゃんと事情を説明しろ。事情なんて私にも。それにこの子ちょっと変わってて。変わってる？どこがだ。それがよくわからなくて。こっちはもっとわかんねえだろ。だって。はっきりしろ。なんだ今の。火を吹く赤ちゃん。うん、さっきも外でガウって。危ねえな。なあ、こいつちょっと調べてみね。服とか脱がして。調べる？気になるじゃねえか。火を吹くなんてどうなってんのか。ご機嫌だね。ん？なんだ？この頭の黒いのと尻尾みたいなのは。多分アクセサリーか何かだと。アクセサリー？俺には生えてるように見えるけど。やばい。しないでください。怯えてるじゃないですか。もう怖くないからね、まおちゃん。お、よしよし。あ、きょうちゃん、何？何かわかったのか、きょう。こっちだ。アニメアイスレポリンが始まってしまう。あ、アニメ毎週見てるんだ。ほのかちゃん、俺帰るね。し、あとは頼む。待て、今日ふざけんな。行かないで、父ちゃん。しんさん怖いよ。あ、失礼なこと言うな。今日は、おい、帰るなよ。本当に帰りやがった。信じらんねえ。ドアが開いてるぞ。あ、慌ててたから。危ねえだろ。赤ちゃんが外へ出たらどうすんだ。はい。いないじゃねえか。